ということで今日は「鬼滅の街」でガチャ PVP をやっていこうと思います。鬼滅の街ってことは日輪刀も使えるのか。日輪刀やアイテムを引いて最強を決める戦いさ。私ガチャ大好き。私もだよ。私たちと一緒でガチャが好きな子はチャンネル登録高評価よろしくね。バナオくんこそがナンバーワンかつオンリーワンのバナナっす。ギャー。鬼滅といえば何だと思う？鬼殺隊。どこだっけ？判断が遅い。プレイヤー同士は攻撃できないからこのガチャで鬼チームと鬼殺隊チームに分かれよう。中に鬼殺隊の服と鬼舞辻無惨の血が入ってるんだ。どちらかが鬼舞辻無惨の血を飲むと鬼化するから攻撃できるようになるんだよ。ほんとだ。じゃあココちゃんは鬼殺隊、私は鬼チームってことだね。そう、僕が鬼殺隊だから鬼殺隊チームは僕と私だね。じゃあ鬼チームは私と余ったバナオくんか。バナオくんには生かしてもらえないっすか。勝負は全部で3回戦。それじゃあ武器を引いてみよう。じゃあまずは私から。これは赤座の血気術か。鬼舞辻無惨の血も飲んでるし足もすごく速くなってる。こんな技があるんだ。これなら勝てるかも。呼吸を使えるなんてこの刀は善逸くんの刀だ。第1回戦はココちゃん対マーちゃん。会場は遊郭と沼鬼の町。それでは試合開始。ここは沼鬼の町かな。ここは遊郭でおじゃる。ココちゃん発見。こっそり近づいてやっつけるぞ。まーちゃんどこにいるんだろう。気づいてないぞ。なんか音がした気がする。食らうでごじゃる。術式展開、破壊殺、打神、雷の呼吸、一の型、霹靂一閃。ナイスココちゃん、ファインプレー。このイカズチの神には追いつけれないはず。そんなんで逃げれると思ってるの。ココちゃん、ああそこまでだ。まずい。ウッケー男子万葉千柳。やっぱり鬼の力強かったか。やったでおじゃる。ごめんカッシーくん、負けちゃった。大丈夫、後のことは僕に任せて。水の呼吸でイチコロさ、みなもぎり。ガチャ最高。かっちょいい。負ける気がしないっす。第2回戦はカッシーくん対バナオくん。会場は無惨がいた浅草の町と炭治郎の町。よーいスタート。浅草だ。ここは炭治郎の村っすね。とりあえずバナナオールでも飲んじゃおうっと。居場所さえ分かれば楽勝だから身を潜めながらバナを探すぞ。プラー美味しかったっす。そろそろ戦うかな。空間式画カッシーはあそこか。こっそり近づいて倒すっす。いないなあ。あんなとこにバナオを捨てたゴミが。そこだなバナオ。でそこにおるんかい。ズコー。なんでバレたっすか。やってやるっす。水の呼吸食いだけ。うわー食いだけ。うわーバナオくん最高のハッピー。カッシーくん大丈夫。負けてごめんココナさん、勘弁してください。くっそー、こうなったら。一方その頃鬼チーム。これでオイラたちの勝ちは確定っす。イケメンのバナオさん、かわいいマーちゃん。最後の戦いは2対2のチーム戦なんだけど、これで勝ったらこっちの勝ちにしてくれませんか。ここまで言われたらねえ。イケメンのバナオくんとかわいいマーちゃんが受けて立つっす。ありがとうございます。それじゃあみんなでガチャを引こう。何が出るんだろう。花尾くんもガッチャポン。ここのもガッチャポン。みんなの武器を見てみるよ。まずはナタグモ山のまーちゃん。私はレイの血気術でおじゃる。ちょっと試しちゃおうっと。ギャー、産屋敷邸のココナちゃん。私はアイテムのガチャを引いたけど何のスポーンエッグなんだろう。遊郭のバナオくん、上限の鬼の武器だ。カマカマ、無限列車のガッシーくん。この日輪刀は始まりの剣士のものだ。これなら勝てる。第3回戦、鬼殺隊チーム対鬼チーム。会場はバンバン無限城だ。試合開始っす。みんなは鬼殺隊と鬼チーム、どっちが勝つと思う？この音で教えてたの。とりあえず上を目指すっす。どこから上がっていったらいいんだろう。どこから上がっていったらいいんだろう。何やってるっすか。じゃあオイラ、上がれるものを探してくるっす。鬼殺隊チーム。今のはまーちゃん？下から聞こえたから降りてみよう。分かった。階段がいろんなところにあって、どこから降りたらいいかわからないよ。こうなったら手分けして探してみよう。分かった。僕たちは燃え盛るはしごないっすね。花尾遅いな。どこまで行ったの？今のはあそこから聞こえたような。まあバナオ遅くて心配してよ。ってココちゃん？まーちゃん助けてあげたいところだけど勝負だからごめんね。やっぱり始まりのケースは強いね。全然登れそうなものがないっす。あれはバナオ？まーちゃんに何かあったのか。とりあえず戻るっす。あれはカッシー。くらえバナオ。いやーいやーいやー。はい、ということで優勝は鬼殺隊チーム。やったー。負けちゃったー。最高のミス。鬼滅の街すごいと思ってくれた子はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。みんなならどの呼吸を使ってみたい？コメントで教えてっす。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。